間違えた。なんか言うてからしよう。エクストラステージ5。多分ラストかな。難易度高っけな。いきますか。アリエスだ。おは。なんで羊なのに空飛ぶんだよ。下から行く？で落ち？わら。まずはメダルを探さないとどうしようもねえからな。お、あったあった。ぴったりじゃねえかよ時間。そして1枚目。うわ。下に行くまでボタンを押してはいけません。であとは真ん中ぐらいキープしてたら OK と。でこれちょっと切れるタイミングひどすぎ。本当に最後のステージとか怖すぎる。わら。もう一回飛んどきたいって思って飛ぶと死ぬんだよな。大ジャンプになっちゃう。よし2回目。下から上か。うわ下が正解かよ。相手飛ばない。とととと。よし。で今度は下下だな。で下でオッケー。下ダメよ。はじめの3つは敷いたらじゃあ次は上よ。まだ2つ目も取れてないからゴールまで遠そうだな。実は赤いの幅がある。わら。下下で次は上だね。下あーもう上上だよ。下下下上上上か。ファミコン時代の裏技かなんかが。よし下下下。もしくはマリオのどっかの砦か。わら。次は上上。もう一遍上で OK だ。あれ2個目のメダルないの。何にもないところで死んだな、さっき俺。これひどいわ。さっきの一気無駄死にだ。おお、ダメ。はい、下、下、下、上、上、上。これも下ぐらいにメダルあってもおかしくない。ないね。上に上がってあれか2個目かな。クモの巣に渡らないように。飛ぶ系はちょっとスピードが遅いからな。戻しプレイが。中から行くぞ。気をつけろ。やりそうってない。飛んでる。とよし上。パターン使うのはむずいほどでもないか。で上がって蜘蛛の巣に当たらないようにうまいこと。やっぱ2個目だな。うそーん。よっよっ。下ね上ね。この辺で中間欲しいわ。中間でギリギリまで上に上がって下りながら
もう余裕ですな。で、ここだよ。二段ジャンプした方がいいか。わかるか、こんなの。一回目二段ジャンプ、二回目からワンジャン。回んじゃねえよ、足場って。よし。お前がもう死んでいい。あー取り損ねた。もう先クリア見ねえとな。ギリギリでワンジャン、ジャンプしない、ジャンプしない、乗った。ほらこういう時に限って成功だ。あーよかった、失敗。よくねえよ。よくない、わら。した。したした。チャリスたちの命はなんだと、わら。上。上。上上。ああまた。微妙にイラッとする。戻しプレイの辛さよ。戻ってきた。またやってしまった。なんか押しちゃうんだよ。怖いんだよな、当たりそうで。当たんねえんだけどね。下る、登る。下りは、登りは2回。届かねえ。多分あれでクリアだ。最後最悪連打するぐらいな感じでもいいか。一面にどれだけかかってんだよ。二面以降は簡単にしてくれよ。これもフラグにしか聞こえん。次は上。戻しプレイは苦労になね、なんちゃってわらわら。よっ。あ、次ぐらいでクリアできそうだから今回は確実に取りたい。ここは我慢。よし。で下る。下りのジャンプの、やべ。よし、多分これでクリアだろう。よし、決めた決めた。まだ一面だけど。サイクロンライダー。白い泡の上は走れるぞ。パチパチパチ。あ、マーメイドさん、でけ。おお。お魚さん。おお、パチパチパチ。あんまギリジャン好きじゃないぜ。いやー、ジャンプせずに飛び降りか。ダブルジャンプ、ダブルジャンプ、ワンジャン、ワンジャン、ダブルジャンプ、ワンジャン、ワンジャン、ダブルジャンプ、ワンジャン、降りる。よし、これは死ぬやつだから当たっちゃダメ。で、ドリルか。
こは水じゃないんだね。わかんねえよ。単純に難しいじゃねえか。ちゃんとパターンを突き詰めていかないとね。はい、降りる。あんまり上がんなかった。シュウヤさんの嫌いな水ステージ、ガックシ。水捨てはん、押せんの？戻しプレイが苦痛。いや、いや、あ、飛んでった。この時残機の邪念がないのは良いよね。このゲーム残機あったらちょっと辛い。そういうゲームじゃねえから。ミスった。水の中は意外に思い通りに飛べないんだ。ちょっとギリジャンしすぎて足つかねえと思っちゃったわ。よし、いや、2個目行くまでもだるいっていうね。うわあ、最悪。さっきのは最悪だ。水から上がれるジャンプかどうかの判断が意外につきにくいという。結果連打しちゃって、スペランカー並みにもろい。はい、やっちゃった。いやらしい配置してんな、ほんと。最終ステージだけど、多分ちゃんと超えとく。よし、はい、やっちゃったわ。これもひどいな。あー、大ジャンプしちゃって二段ジャンプすると針があるって。イグダル、ジャンプ。これ上手くなると太鼓の達人上手くなりそう。多分関係ない。イラッとすんな。さっきのも水飛び上がりがすげえイラッとすんだよな。最終的には飛行系ジュエルの空中キャッチとかありそう。右から流れてきた譜面を叩く感じ。わら、道細い。水から出て上にたどり着かないといけないっていうのがいやらしい作りだわ。ここだな。どっか考えとかねえと。パターン作っとかねえと、ここ無駄に死ぬ。どうしようかな。空中キャッチは恐ろしすぎる。この辺から超全力、ダメか。よし、魚の直前ぐらいからだな。イラッとすんな。先に上に上がって上から越えた方がいいか。さっき下から行けちゃったから下から行こうとしちゃったけど。
直で当たる。別にあの巨大超えれるだろ。ああもうイラッとするほんと。確実なるパターンを突き詰めろ。1回しか飛んじゃダメ。2回飛んだらずれる。イラッとするなほんとよ。アルゴリズムにやらせたら面白そう。ごめんでもうわなんで3回目飛ぶんだよ。から行こう。くっそが。壁でスピードが遅れたせいでタイミングが狂った。安全に。よし。よし。よだ、嘘だろ。最後のジャンプ失敗した。もう目がシパシパする。マジか、これは悲しい。わらわら、後ろの背景がきらびやかすぎて。おは、繋がんねんだよなこれ。おは、一度突破したものに対する適応力の速さというものがあるから余裕なんですけど。一度でもクリアできると俺はこう割と余裕なタイプの人間だから。二度目は余裕です。さあやっと半分だ。イエーイ。どうなってるこの島は。どうなっ、これで半分か。一個目超ノリ。ゾーンゾーン。バラリラバラリラ。このステージは面白系で別に難易度は高くないでいいよ。引き抜いたステージがあったってこれで俺は文句言わんよ。飛んじゃった、もったいね。取ってから飛ぶんだなあれ。大ジャンプ、これ上行くしかねえだろう。3個目どうこう。真ん中かなこれの。上か。3個目塗る。 あれミスんなかったら終わってじゃねえか。あ、よし、1回目でいけないレベルじゃなかった。最後わら。でもまあ今回は最後の最後でぬるいなわら。
2個目どうやって取るの見つかんだっけ、覚えてね。よかった。あー、ぬるいぬるい。そう、思い出した、ここだ。ギリギリまで我慢して、前のステージとの差が激しい、わらわら。息抜きステージ、ぴょーん。安全のために早めに行くと、でジャンプして、おっと、普通に上に上がってらもねなかったな、ここも。よし、最後のジャンプだけミスらないようにと。余裕。あー、ぬるかった。息抜きステージがパラリラパラリラ、わらわら。さて、あと2面、ジェミニ双子座最強のゴールドグレインチ。ジャンプミスると即死、いやらしい仕掛けだ。下かな、上だったのかな。まあ1回目はしょうがないね。なんだこの仕掛け、舐めてんのかこれ。ならないように気をつけましょう、わら。次は上に行ってみるか。今のはわらわら。カエルに変化したぞ。そんなの聞いてないよ。じゃあ下だな。で、ここで上行ってみよう。あ、別にね、上か、上でた、上のが絶対だけじゃねえこれ。な、なんなのこれ。聞いてないのは初見だから、わら。よし、これ1個目か、上でいいね。上の方がいいんじゃないのこれ。だって言ってないもん、わら。上上、消えた。ちょ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 、え、どういうこと。ちょっと何が起きてるの、一体何が起きてるっていうの。上、勝ち、あ、勝ち。上、で、この辺だ。このスイッチわけわからん、わらわら。下、空中じゃなくて消えるパターンか。下行くよ、下。うん、これなんでしょ、食らうしかねえぞ。早めに直して、加速。嘘だろ、登ると思うじゃん。登んねえのかよ。勝手に登ると思ったからジャンプしなかったんだけど、うわー食らった。やられちゃった。下、上、次も上。これも下の方が楽なんじゃない。あ、失敗した。登らないわな。上、下も怖いんだけどね。で、これが下から行ったら普通に取れるから、これで2枚目ゲットだろ。これも食らうのしょうがないから早めに直して、うん、最後の一つは押してからかよ。で、これで終わりだな。でもここもそこまででもなかったか。ミスった。下だよ、下。久しぶり、久しぶりっていうか、なんか気抜いてた。奥の宇宙人が気になって。下じゃん。上、こっちの上。ここで死んだの初めてだよ。
やっぱ飛ばなきゃダメか。でもなんだかんだで仕掛け全部知ってるとちょっと安心するね。あ、さっきね間違えて上行っちゃったけど、カエル出現するだけで取れてなかったって。焦って大ジャンプの準備したんだけど取れてないっていう罠、罠だらけだよこの世の中。宇宙人は本当にいるのか。よっ、ぴょん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 。ご注文はウサギですか。ぴょんぴょんしてく。下から下、これもあれだよな、結局押さなきゃいいんだよな。来たらゆっくりだもんな、何も焦ることないし。でこの辺は押して、よしゴール、うん、やっぱそこまで難しくなかった。ここもラストかな。パチパチパチ。あー、一番初めのステージだ。パチ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 。チャリシ。よし。なんか上からいろんなの来るな。上から来るぞ。気をつけろ。来たわ。チャリシがいるぐらいだから宇宙人ぐらい。わら。怖っ。あー。岩多いよっと。ロックマンじゃるまいし岩多ねみたいな。最後のあれ乗らなきゃいけないんだろうな。1個目はかわす、2個目もかわす、で3個目は乗る、よしみたいな感じで。ああ取れなかった。まずゴールに探すこと先かな。こんなこの距離難しくないからな、まあ、このまま普通にゴールできちゃいそう。ピョーン、高い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 。ほら3個目強制的に取れてんじゃん。2つ目ミスったのが痛かった。リットライ。上から来たぞ。なるほど、そんな難しくない気してたもん最後って。あー、だいたいなんか気持ちよく終われる最後にすることって意外に多いよね。ああ、さっきで決めときたかったな。ここはガン虫でいいんだな。この段差が終わってからだな。よし、この次だ。よし、スマートクリアだけだ。はい、届かない。3回目のジャンプしとけよかった。そこ死ぬんだ。ほら死ぬか。あ、やっちゃった。あ、ちょっと気抜いてる。もう終わった感、もうクリアした感に自分の中で勝手になってる。なんで3回目成功しちゃうんだよ、こういう時に限って。油断は禁物ですよ。ああ、もう初めの方どうやって言ってたか分かんなくなっちゃってる。
この辺適当でもどうにかなったからな。気がボーボーですよ、わら。あ、もう超グダグダな生き方しちゃった。もうグダグダ。なんで岩乗ってんだ。俺が乗ったからだよ。全然関係ないところです。完全気抜けてる。序盤で死にすぎたせいでこの辺どうやって行くんだったか忘れてるんですよね。全部乗っていこう。そしたら安全だ。よし、できるだけ上げていくぞ。よし、気を抜くな、気を抜くな。オッケー、クリア。よし、ゴー。パチパチパチ。おお、ちょうど1万ジャンプ達成だ。ネクストステージ、ナウローディング。また次出てきやがったぞ。これ難易度7じゃねえか。意外なことにロックのメダル足りない。おい、わら。なんか他のクリアして貯めなきゃダメなんだ。